します。はい、どうも皆さん、こんにちは。私は有限会社ザッツの森と申します。今日はですね、ニューデザイン覚えておきたい今時の使い方ということで、約90分お付き合いいただければというふうに思います。最初にちょっと簡単に自己紹介のさせてください。こちらはゼロクサのセミナーの方でももう4回ぐらいからちょっとお話をさせていただいているんですけども、私、名古屋の方で、まあ、個人で、ね、フリーランスで活動しております森と言います。こちらのサイト、インデザインの勉強部屋というウェブサイトの方を運営しております。ちなみに見たことあるという方どれぐらいいらっしゃいますか？挙手の方、ありがとうございます。大体もうほぼ8割、9割ぐらいですかね。はい、こちらの方のサイトの方で、インデザインの使い方とかチップス、またインデザインの、関連の書籍やプラグインのご紹介、あと掲示板の方ですね、運営しておりますので、よろしかったらこちらの方をご覧いただければというふうに思います。インデザイン、または勉強部屋という、まあ、ワードでですね、Google 検索をしていただきますと、すぐに分かると思いますので、よろしかったらご覧ください。はい、他にもですね、Adobe Systems さんのサイト内の方で、インデザインの入門ガイド、こちら約10回の連載になっていますけど、入門ガイドであったりとか、こちらは最新のバージョンの CS6、インデザイン CS6 のエッセンシャルガイド、いわゆる、CS6 でどんな機能が追加されたのかっていうようなエッセンシャルガイドの方、さらには、今ね、非常に注目されています電子書籍の方ですね、インデザイン CS6 で行ういわゆる EPUB の書き出しの、まあ、作成方法ですね、そういったものを、連載をさせていただいております。興味のある方は合わせてこちらの方もご覧いただければというふうに思います。今ご紹介したページの方はですね、私の、インデザインの勉強部のサイトの方に行っていただきますと、右のところにお知らせという、まあ、バナーがありますので、それぞれ目的のバナーをクリックしていただきますと、今ご紹介したページの方に、飛びますので、よかったらこちらも合わせてご覧ください。はい、また、書籍などもいろいろ書かせていただいています。ちょうど昨年1年間で一応この5冊を教書も合わせて執筆させていただきました。よろしかったらね、こちらも目を通していただければというふうに思います。ね、またインデザインのスタイルの機能を、まとめた、まあ、いわゆる、iPhone 版のですね、ガイドブックも、まあ、250円なんですけど、アップルのストアの方で販売していますので、興味のある方は、ぜひ購入してみてください。こちらもインデザインの勉強部トップページの一番上のバナーから、こちらのページに行くことができるようになっています。はい、じゃあ早速、本題の方に入っていきたいと思います。まあ、今日はですね、今時の使い方ということなので、 CS4 ぐらいからね、追加された新機能を、まあ、これからお仕事をされる上でこんな風に使っていくとより便利なんじゃないかなといった部分をいろいろとご紹介をしていきたいと思います。まずざっとですね、CS4、 こちら CS4 で追加された新機能は、まあ、全てではないんですけども、まあ、大まかな、ね、機能ざらっと並べていました。まあ、こんないろんな機能が追加されています。ライブフライトとか、まあ、性表現スタイルなどなどですね。はい、5.5 の方ではですね、まあ自動フィットとか、ライブキャプション、ライブ効果といったような、ね、機能が追加されています。そしてこちらは CS6 ですね。CS6 はどちらかというとですね、印刷寄りというよりは、どちらかというと電子書籍のものを、まあ、作成するために、あると便利なツールが主に、ね、たくさん追加されています。一応ですね、 CS4 から見ていっても、まあ、かなりいろんな機能が当然追加されています。ですので今日はね、まあ、この中から全部はご紹介できませんので、いくつか、ぜひ覚えておいていただきたい機能をいくつかを紹介をしていきたいと思います。はい、ざっとまあこんな感じの機能をですね、今日ご紹介していこうかなというふうに思っています。時間の許す限りね、ちょっといろいろとご紹介していきますけど、特に今日ちょっとレジュメの方は用意しておりません。ほぼデモを中心にちょっとご紹介をしていきますので、ぜひちょっとねご覧になっていただきまして、もし後から、聞いた話の、内容の機能、ちょっとどういうふうにやるんだったかなっていう形で忘れちゃった方は、先ほど紹介させていただいたインデザインの勉強部屋の方のサイトの方ですね、行っていただきまして、ちょっとね、聞いていきましょうか。はい、こちらの右上のところにですね、まあ、検索するウィンドウがありますので、こちらの方に、まあ、調べたい機能の名前を入力していただいて、検索をしていただきますと、ヒットしてきます。でそちらの方で一応、ね、復習をしていただくといいかなというふうに思います。はい、さあではここからですね、デモを中心にちょっとねご覧いただきたいなというふうに思います。
はい、まず最初にご紹介していきたいのは、ライブな機能ですね。イラストレーター、フォトショップ等でも最近はですね、いつでも元の状態に戻せるということで、ライブなんとかという機能がたくさん搭載されています。ライブカラーとかですね、ライブペイントとかいろいろありますよね。でインデザインも実はライブの機能をいくつか、ね、用意されています。で、まず最初にちょっとご紹介していきたいのがライブプリフライトという機能です。これは CS4 から搭載された機能になるんですけども、プリフライト、いわゆるドキュメントに問題がないかどうかチェックするための機能というのはインデザインが初期の頃からついていた機能になるんですけども、 CS4 からはライブ、いわゆる作業をしながら、その都度問題点を、まあ、チェックしてくれるといったような機能が搭載されています。それちょっとね、実際に見ていきたいと思います。今、見開きのドキュメント、まあ、雑誌の見開きだと思ってください。を開いています。で、今ドキュメント開いただけなんですけども、ウィンドウの左下のところ、こちらですね、見ていただきますと、赤い丸が、ね、ついて、こちらですね、あ、よいしょ、2個のエラーというのが、ね、表示されているかと思います。もうすでに開いただけで2個エラーがありますよというのを教えてくれています。これが、まあ、ライブプリフライトの機能になりますので、なんか2個問題があるんだよというのがここで見て取れます。ですからまず知っていただきたいのはこちら、2個のエラーと書かれたところをダブルクリックをします。はい、ダブルクリックをしていただきますと、プリフライトというパネルですね、が開いてきます。こちら見ていただきますと、テキスト2と書いてますね。要はテキストに2箇所問題点がありますよというのが見て取れます。ですのでこちらで三角のマークをクリックしていただきまして、まずは1つ目のテキストフレームと書かれたところとクリックをします。そうするとここにですね、どういう問題があるのかというのが下のところに表示されています。例えばこちらですね、今24文字書いてあります。要は24文字、溢れた文字がありますよっていうのを表しています。もう一つ、じゃこちらのテキストフレームの方をクリックをします。こちらはですね、3文字って書いてありますね。要は3文字溢れているよということを表しています。ですので当然修正をしなければいけませんので、修正をするんですけども、これもいちいちその問題箇所を探さなくても大丈夫です。ここテキストフレームという書かれたところですね、ダブルクリックをしてください。まあ、ダブルクリックをしますと、問題がある箇所が選択された状態で、まあ、いわゆる画面の真ん中に表示されてきます。ちょうどここですね。お、文字が溢れてますよというのがここで見て取れますので、修正をします。文字が溢れてますので、まあ、ちょっとテキストフレームを広げてあげて、文字溢れを解消します。ね、これで今、文字の溢れが解消されました。さあ、そこどうなるかというと、当然今1箇所修正をしたので、エラーは2から1に減るという形ですよね。同様にしてこちらもダブルクリックをします。そうすると、あ、ここは文字溢れが、している箇所だというのが分かりますので、直します。ちょっと広げてあげて、直します。すると、まあ、エラーがなくなったことでエラーなしという形で、いわゆる、まあ、信号と一緒ですよね、まあ、緑色の表示が、丸が表示されるという形になります。このような形で問題箇所をプリフライトのパネルからダブルクリックすることで必要な箇所に飛んでいって直すという作業を行っていただきます。で、この形で、ね、直ったんで、まあ、これでいいのかなというふうに思うんですけど、実際のお仕事に関してはですね、ちょっとこちらで手を加えていただく必要があります。なぜかというとですね、このデフォルトで用意されているこのドキュメントをチェックするプロファイル、こちらにですね、プロファイルというのがありまして、基本作業用というのが選ばれています。これが、まあ、デフォルトでインストールしたときに選ばれているものです。これはですね、実はあまりチェックする項目が多くないんですね。本当に少ない項目しかドキュメントの中身をチェックしていませんので、実際のお仕事で使っていただきたいときには、より、まあ、もっと詳細にチェックしていく必要があります。ですので、やっていただきたいのはこちらから、ね、プロファイル定義という、項目がありますので、まずこちらを選びます。要はチェックする内容をここで、まあね、設定することができるよという画面です。見ていただきますと、基本デジタルパブリッシングというのがありまして、もう一つね、マイセットというのがあります。この3番目は実は僕が後から作って追加したものなので、通常基本デジタルパブリッシングの2つしか用意されていません。実はこれではちょっと使い物にならないので、新しくプロファイルを作っていきます。
まずプラスのアイコンがありますので新しく、ね、プロファイルをクリックして作っていただきます。ちょっとテストという名前してみましょうか。はい、でですね、やっていただくことは非常に簡単です。各三角のマークをクリックしていくとですね、それぞれチェックをできる、まあ、ボックスが、ね、たくさん並んでいるのは分かるかと思います。要はこのドキュメントの中身のどこの部分をチェックしたいのかというのをこの中で指定をしていってあげるという作業を行っていきます。例えばですね、ここ、ですね、使用許可しないカラースペースおよびモードというのがあります。こちらにチェックを入れていただきますと、まあ、RGB とか、ね、LAB とかいろんな項目にチェックを入れられるようになります。ここで CMYK でドキュメントを作っているのであれば RGB は、ね、あったらまずいなという方はこちらチェックを入れていただく、 LAB もチェックを入れていただくという形で、自分が意図しないカラーが混じっているのを、まあ、探したい時にはその目的のカラーにカラーモードにチェックを入れるというふうにして、プロファイルを設定していきます。やることは非常に簡単です。他にもですね、例えばこちら、ね、白または紙色に適用されたオーバープリント、白にオーバープリントが適用されていると当然白くしたら抜けちゃいますので、チェックしてくださいという形でチェックを入れていきます。このような形で自分が必要な各項目にチェックを入れたりとか、あとはですね、数値の入力ですね。例えば画像解像度にチェックを入れていただくと、それぞれカラー、グレースケール、1ビットのそれぞれにおいて、いわゆる最低の解像度を設定することができます。まあ、通常一般的には 350dpi 必要だと言われているかと思うんですけども、あるいは低すぎるとちょっと問題があるという方はですね、まあ、最低の解像度をここで指定していくことができるという形になっています。このような形で自分が調べたい項目にチェックを入れたりとか数字を入力したりしてプロファイルを作っていただきます。ちょっとこんな形で作ったら、まあ、保存をしてください。今回はちょっとね、あらかじめ作ったものがあるのでキャンセルを、しておきます。はい、さあ、でこちらまたプロファイルのパネルに戻ります。はい、プロファイルのこちらの、ポップアップメニュークリックをしていただきますと、まあ、自分が作ったプロファイルをこちらから選択可能になります。今回、ね、あらかじめ作っておいたプロファイルをちょっと選択をしてみたいと思います。そうすると、まあ、即座にですね、エラーがリストアップされてきたのが分かると思います。今エラー0だったのがさらにですね、より厳しい条件でチェックをしたので、問題点がさらに見つかったよという形ですよね。例えばこちら、ね、RGB の画像が混じっていますよといった、エラーであったりとか、こちらですね、こちらは解像度が、まあ、180しかありませんよといった部分、さらにこちら、ね、線がコンマ07ミリ、いわゆる細すぎて、まあ、多分印刷したら飛んじゃいますよといったような細い線が混じってるよといったような、まあ、問題点が分かります。ですので、こちらエラーが見つかったら先ほどの手順と同様に目的の項目をダブルクリックをして、ね、修正をしていきます。はい、今ダブルクリックをしましたので、線のところで飛んでいってますから、こちらですね、まあ、ちょっとコンマ07しかないのでちょっと太くしておきましょうかね。当然エラーが1個減るという形、このような形で、まあ、問題点を、ね、それぞれ潰していってください。で最終的に、エラーが0になったらこのドキュメントにはまあ問題がないんだなということで、そのまま、まあ、印刷会社等に、ね、入稿をしていただくという形になるかと思います。この形 で、 です、ね、まあ、ライブでプリクライトしていただくと、問題点が、ね、チェックできるので、まずこのライブプリクライトという機能、こちらを必ず目的に合わせたプロファイルを作って運用していただくといいかと。さあ、それでは次にですね、ご紹介したいのはテキスト変数という機能です。同じ側面でちょっと、ね、見ていきたいと思うんですが、柱、ね、作ってみたいと思うんですが、今左どこより左上にカフェで過ごす安らぎの時間という、まあ、文字があると思います。まあ、俗にあの柱と言われるものですよね。でこれ通常ですね、多分インデザインで作るときどういうふうに作っているかというと、マスターページの方に、ね、移動します。どうして通常はですね、まあ、テキストフレームを作ったらこちらの方に、特殊文字の挿入でマーカーで、まあ、セクションマーカーという機能を使います。ちょっとセクションに入りますよね。これで、一応柱のベースの設定ができましたので、本来の、まあ、ドキュメントページの方に、移動していただいたらページのパネル
から、ページ番号とセクションの設定を選んで、セクション番号のところにね、まあ、柱として使用する、まあ、文字を入力していくと、例えばあいうえおですね、入力をすると、ね、こちらあいうえおというふうに入力されるという形で、まあ、通常皆さんこの方法で柱というのを運用しているかと思います。で、今からご紹介するのはこのセクションマーカーではなくテキスト変数を使った柱の、まあ、使用方法をご紹介したいなというふうに思います。テキスト変数って使われることね、ある方いらっしゃいますかね。意外と多分使われてないと思うんですけど、実は例えば、犬で柱を2つ使いたいと、1個はこのセクションマーカーの機能でできるんですけど、2つ目が当然使えないですよね。そういった場合に使用したりとか、あとはですね、まあ、実際にちょっとやっていきますので、まあ見ていただきたいんですけど、どういうことができるかということですよね。組織メニューの中にテキスト変数というのがあります。ちょっとこちら、ね、定義というのを見てみましょうか、ね、こんな形、あらかじめですね、テキスト変数にはいくつかの項目が用意されています。で、今日、ご紹介するのがランニング柱というのをね、ちょっと、ご紹介をしておきたいと思います。これを使うことで、まあ、いわゆる柱を自動的に発生させるという機能です。で、ちょっとこちら、この機能の便利なところをご覧いただきたいんですけども、今ですね、こちら、カフェで過ごす安らぎの時間というふうに、柱が表示されているんですけども、これは何から引っ張ってきているかというと、ここ、タイトル、ミニページのタイトルから自動的に柱を引っ張ってきています。同じ文字、カフェで過ごす安らぎの時間というのが、ね、入力されているのが分かると思います。テキスト変数を使っていると、この任意のテキストの段落スタイルから自動的に文字列を引っ張ってきます。なので、例えばカフェで過ごすの、過ごすをちょっと削除してみますね。こちら、削除します。カフェで安らぎの時間というタイトルに変わったとします。そうするとですね、こちら、ちょっと見ていきますけども、ね、はい、柱の方も自動的にカフェで安らぎの時間というふうに修正されます。今までのセクションマークを使ったやり方だと手作業でね直していかなければいけないんですけども、テキスト変数を使っておくとこのようにタイトルの名前、まあ、いわゆる文字列が変われば自動的に柱の方も変わるというような使い方ができます。こちら、ね、それほど難しくないのでぜひちょっと、ね、覚えていただきたいんですけど、テキスト変数、ね、定義というのがあります。で、ランニングヘッド柱というのがありますので、今回こちら、ね、編集というのをクリックしていただきます。そうすると、このテキスト変数、どんな段落スタイルから引っ張ってくるのというのは、ここで実はスタイルというところがありまして、設定することができます。ここで今、すでにもうタイトルという段落スタイルが指定してあります。要はどういうことかというと、タイトルという名前の段落スタイルがついている文字列から自動的に柱を引っ張ってきなさいよという設定をここでしているという形です。なので、設定するのはここにですね、タイトルで使用して実際にその段落スタイルの名前を選ぶだけで選んでいただいたら OK ですね。そしたら次に、マスターページに行ってこちらですね、まあ、テキストフレーム作ったらカーソルをちょっと消しちゃいますけど置いていただいて、まあ、特殊文字の挿入からテキスト変数から変数を挿入のランニングヘッド柱と、これ OK です。なのでテキスト変数を使った形で柱というのを自動発生させることもできるんだよっていうのをちょっとね覚えておいていただけるといいかと思います。ポイントはこちら書式メニューのテキスト変数定義の方でまず定義をしたら、実際に変数を挿入で目的のテキスト変数、今回でいうとランニングヘッド柱というのを選べばいいよという使い方になります。あとはもう自動的にタイトルから柱を引っ張ってくるという使い方ができますよというところですね。ぜひちょっとこちらを覚えておいてください。はい、さあそれでは次にご紹介していきたいのが、まだまだライブの機能です。ライブ稼働効果というのがこちらがですね CS5 から搭載されています。まあ、その名の通りライブに稼働の形状を設定することができる機能になっています。例えば、まあ、四角形ね、書きますよね。ちょっとしましょうか。はい。で、角丸にしたいよといった場合、これまでどういうふうにしていたかというと、オブジェクトメニューから、角オプションがあります。
こちらを選んでいただいて、まあ、それぞれの角の、ね、形状、あとは R の、ねまあ、サイズですね、5ミリといった形で形状と、まあ、角の R のサイズを設定をしていきました。で CS5 からはですね、もうちょっと、まあ、マウス操作だけで手軽に角の設定ができるようになっています。まず、オブジェクト選択をしていただきますと、これね、黄色い四角形が、ね、表示されているのが分かると思います。こちらクリックして角を編集となっていますので、まずクリックをしてみます。そうすると四つ角にですね、まあ、このひし形の黄色い四角形が、ね表示されてきます。あとはこれを、ね、ドラッグすれば OK です。言うとドラッグをすると、ね、角 R が付けられますよといった形、ね、この形、まあ、直感的に角の設定ができるよといった部分ですね。さらにこうマウスを重ねると分かるんですけども、これ Mac だとオプションキーを押しながらクリックするって書いてありますよね。どうなるかというと、オプションキーを押しながらクリックすると、その角の形状がそれぞれクリックした回数で順番にトグルになっても変わっていきますよといった設定。さらに、シフトキーとしながらちょっとクリックをしています。あ、ドラッグしています。シフトキーを押してドラッグをすると、そのドラッグした角だけっていうようなこともできるようになっています。ですので、まあ、シフトキーなりオプションキーなりを押して、角を個別に設定するといったこともできるようになっています。まあ、ただですね、正確な値でコントロールしたい方はやっぱりこちらね、オブジェクトメニューの角オプション、こちらから数値を指定してあげる方が、まあ、数値的には正確にコントロールできるのではないかなというふうに思います。はい、さあそれでは次にご紹介をしておきたい機能がグリッド化ツール、または、それとですね、高度な繰り返しの複製の機能をご紹介をしておきたいと思います。はい、今開いているドキュメント、左ページの方にですね、まあ、写真が8枚、ね配置してあります。すべて同じサイズの写真が今配置してあります。で、右ページにこれと同じものをじゃあちょっと作ろうということで、実際今作業していきたいなと思うんですけども、まず当然ね、長方形フレームツール、ね選びます。当然ドラッグをして、まあ、グラフィック配置のフレームを作るんですけども、これ今8個作らなきゃいけないですよね。で、今のようにドラッグして1個だけ作ってると、まあ、これでもいいんですけども、1個ずつ作ってコピーしたりとか、ちょっと面倒くさい方はですね、こちら、そのままですね、ドラッグしながら矢印キーを押してください。今ちょっとドラッグしますね。ドラッグをしつつ、矢印キーを押します。そうすると、こんな感じで、同じサイズの、まあ、いわゆるグラフィックフレームを作ることができます。矢印を押した分だけ増えたり減ったりとかね、してきますので、この機能を使って、まあ、目的のサイズ、数の、まあ、グラフィックフレームを作るという形ですね。これで今同じサイズのグラフィックフレームが8個できました。これは結構便利ですので、ちょっと覚えておかれるといいと思います。CS5 以降の機能になっています。これ何もですね、グラフィックフレームだけではないです。例えばテキストフレーム、ね、作るときも選んでいただいてドラッグします。これ矢印で押していただくとこんな形で、ね、全て連結された同じサイズのテキストフレームを作ることができます。まあ、だからこれ長方形でも、ね、テキストフレームでも何でも矢印を押すだけで同じサイズのものが、まあ、作れるよといった部分になっています。ただですね、一つこの作ったときに同じ大きさのグラフィックフレームが作られるんですけど、その間隔ですよね、間の間隔でどうなってるのっていうことなんですよね。で、これ実はですね、こちらの値が、参照されています。レイアウトメニュー、ね、マージン段組という項目があります。見ていただきますと、こちら間隔というのがあります。こちら今9ミリになっています。なので実はこのグラフィックフレームとグラフィックフレームの間が今9ミリ、全部9ミリでできているよという形になっています。これあとですね、こちらレイアウトグリッド設定もちょっと見ますね、はい、こちらも段間というところがあるんですけど、こちらも9ミリになっています。今ご紹介した2つは連動していますので、まあ、どちらでも構わないので、例えばこれを5というふうにしていただくと、もう一回作りますけど、5というふうにしていただきます
と今度は 5mm 間隔ですね。さっきよりちょっと、ね、間が狭まったのが分かります。で 5mm 間隔で、まあ、作ることができますよっていった形です。なのであの指定した間隔を、ね、間隔をあらかじめ指定しておきたい場合にはこちらレイアウトメニューの、まあ、マージン段組みあるいはレイアウトグリッド設定の間隔というところを先に、ね、設定をしておいてあげてください、ね。はい、そうすることで、まあ、均等な間隔のものを作ることができる。で、もう作っちゃったよという方はですね、こちらのこんなツールも今現在搭載されています。よいしょ、感覚ツールという、ねものがあります。これが、ですね、これも CS5 からですね、こちらを選んでいただくとオブジェクトとオブジェクトの間隔を、まあ、いわゆる調整することができる機能です。例えばこう真ん中のところにマウスをちょっと、ね、こう持ってきますけど、ちょっとグレーにハイライトされます。ハイライトされたところを変更できますよという形なので、これをそのままドラッグすると感覚を、ね、まあ、動かしたりとかですね、することができます。この時もいろんなキーをコンビネーションで押すことによっていろんな動きがさせることができると。例えばまずコマンドキーを押すとですね、間を動かすのではなく間を縮めたり広げたりすることができると。例えば今 5mm にしてあげれば、こうボッてなったところで手を離してあげれば 5mm にできますよ。シフトキーを押すと、ここの今選択するところの間隔だけ、さっきはね縦にこう並んでいるところ全部が動いたと思うんですけども、そこの今マウスがあるところの間隔だけ動かすことができるようになっています。あとオプションキーを押すと、間隔をいわゆる掴んで両サイドのオブジェクトを、まあ、動かすこともできるといった形になっています。この辺オプションキーだったりとかコマンドキーとかね、シフトキーを押しながらちょっと、ね、やってみていただくと、まあ、分かるかと思います。このように感覚を変更するツールも実は搭載されていますよといった部分ですね。はい、覚えておくといいかなというふうに思います。はい、こちらは 9mm に戻しておいて、感覚をちょっと今回は押してみましょう。はい、さあ、そして今、矢印キーを押しながらドラッグすることで同じサイズのものを、ね、一気に作ることができると言ったんですけども、すでにもう作ってある場合、例えばここにねグラフィックフレームを1個作ってあるというような場合、こちら編集メニュー繰り返し複製っていうので、まあ同じサイズのものを等間隔で縦横複製することができるようになっています。これも CS5 からですね、それ以前は1個、まあ、横が縦横にしか複製できなかったんですけど、 CS5 以降はですね、こちらグリッドとして作戦チェックを入れていただきますと、行と段数、いわゆる横にいくつ縦にいくつっていう形で、複製を一気に、まあ、行うことができました。例えばこんな感じで、これちゃうのでできないか、まあ、ここで縦横いくつ、そしてそれぞれの間隔をここで設定をして一気に、ね、複製するといった機能も CS5 から搭載されていますので、こちらもちょっと覚えておかれるといいかなというふうに思います。はい、さあ、それではですね、今度、ここにですね、まあ、画像を、ね、ちょっと配置していこうかなというふうに思います。で、画像をちょっとこちらで、右ページの方に、ね、配置していきます。左ページちょっと同じ画像を、ね、8枚配置していきたいんですけども、まず1点だけ、ね、ちょっと配置していきますね。こんな感じで画像が配置されました。で、当然こちら画像を見ていただきますと、左ページの左上の画像と同じものなんですけども、配置される画像というのはどういうふうになっているかというと、これ 100% いわゆる原寸で、ね、入れないで配置されるかと思います。で、これ画像配置した後に当然画像の、まあ拡大とか縮小率を変更してあげてもいいんですが、あらかじめですね、配置するときに 100% ではなくて、そのグラフィックフレームにぴったり合うような形で、配置できたら結構便利だよねということで、自動ピットといった部分であったりとか、まあ、画像のサイズ調整の機能をちょっとご紹介をしておきたいと思います。はい、ちょっと待ってください。
上こちら配置したら、これね、例えば 50% とか 40% とか下げると、まあ、画像の拡大縮小ができるわけですけども、これ実はですね、画像を配置する前にあらかじめグラフィックフレーム自体に、サイズ調整というのを設定しておくと、配置した段階で画像が 100% ではなくてですね、その、まあ、グラフィックフレームに合うサイズで配置することができるようになっています。どうやって行うのかというと、こちらがですね、オブジェクトサイズと調整という、まあメニューがオブジェクトメニューの中にあります。こちらフレーム調整オプションという項目があります。フレーム調整オプション、ちょっとこちら開いていきましょう。まあ、デフォルトではサイズ調整なしになっています。なしなので、まあ原寸 100% で配置されるわけなんですけども、こちらをですね、あらかじめ設定しておくと、その設定した内容に応じて画像が配置できるという機能になっています。まあ一般的にですね、使うのは多分この一番下、フレームに均等に流し込むっていう項目を、まあ多分ほとんどこれを使うケースがほとんどだと思うので、ちょっとこちら選びます。でさらにこちら整列の開始位置というのがあります。要は画像をどこを基準に配置するのかといった部分、デフォルトではこれ左上になってますけども、まあ、例えば左上じゃなくてセンターを中心にね、画像配置したいよといった場合、あらかじめこちらを設定をしておきます。ちょっとね、こちら OK してますね、はい、でこれに先ほどと同じ画像を配置してみたいと思います。はい、どうでしょうか。さっきは 100% で配置されたんですけども、今回はですね、このグラフィックフレームに合うようにね、画像があらかじめ縮小されてね、配置されているのが、まあ、分かるかなというふうに思います。これがまあオブジェクトサイズ調整という機能になるわけなんですけども、これもですね、実はですね、一つずつ手作業で、まあ、やってるとすごく面倒くさいですよね。で、今日ちょっとですね、ご紹介と、まあ、おすすめとして覚えておいていただきたい機能に、オブジェクトスタイルを使ったこの画像サイズ調整という機能を一つちょっとぜひ覚えておいてください。ちょっと先に実際にやってみちゃいますね。まず画像を、ね、貼ってありますので、ちょっと配置をします。まあ、左上の画像以外全部今 100% で配置されているんですけども、通常こちらね、選択をしていただいて、まあ、画像をフィットさせる作業っていうのは実はこちらからもできるようになっていまして、ここアイコンねあります。フレームに均等に流し込むとか、これらをね、実はアイコンをクリックしていただいてもいいんですけども、ちょっと実際にねやってみましょう。これをクリックして、まあ、クリックすると、まあ、フレームサイズにぴったり合うね、今です。画像が縮小されたんですが、ちょっと取り消しをしてですね、よいしょ、元の状態にしますけども、私があらかじめちょっと作っておいたオブジェクトスタイルというものがありますので、それをね、ちょっとかけてみたいと思います。こちら1個用意してあります。クリックするとどうなるかっていうのをちょっとご覧いただきたいなというふうに思います。クリックをします。ね、1回クリックしただけでですね、画像が、まあ、フレームにぴったり合うように縮小されて、なおかつセンターに揃うような、操作がワンクリックでできました。なので、ぜひこちらをですね、1個あらかじめ作っておいてあげてください。そうするとですね、いわゆる画像のサイズを手軽にフレームにぴったりフィットさせるときに非常に役立ちます。で、じゃあどうやってやればいいのかということなんですけども、こちらオブジェクトスタイルというパネルがあります。オブジェクトスタイルというパネル。まずですね、ドキュメントを何も開いていない状態で、新規のこのスタイルを作成というボタンがありますので、こちらをクリックしてください。ちょっと私は今、まあ、作業の関係でドキュメント開いていますけど、実際には開いていない状態でやってくださいね。こちらをクリックをします。そうすると新しくこちらオブジェクトスタイル1っていうのが作成をされます。作成されるのでまずこちらダブルクリックしてください、ね、こんな、まあ、ダイアログが出てきます。そもそもオブジェクトスタイルというのはオブジェクトの属性、いわゆる線の太さとか線や塗りのカラー、その他、ね、オブジェクトの属性を、まあ、スタイルとして保存しておくことで、同じ設定を、ね、使い回せるように、手軽に使い回せるように、するための機能です。でまずやっていただきたいのは、とにかく全部オフにしちゃってください。こちら、チェックついてる項目いっぱいあるんですけど、全部オフです。オフにします。はい、とりあえずこれで全部オフになりました。で、やることはですね、こちらの一番下ですね、フレーム調整オプションというのがあります。これだけチェックを入れてあげてください。そうすると、さっきね、開いた画面、サイズ調整っていうのが出てきます。これ、なしっていうのを、まあ、フレーム均等に流し込む。で、センターに揃えたい方はセンター。
チェックを入れて保存をしてください。まあ、ね、名前をつけて保存をするという感じですね。はい、ちょっとこれ自動フィットというのがあります。これはちょっとこの後ご紹介しますけど、そのまま保存をします。もうこれだけです。これで以後、新規で作成するインデザインドキュメント、すべてこのオブジェクトスタイルというのが、まあ、登録された状態でドキュメントが作成できます。なので、あとはもう画像を配置したら、この自分が作ったボタンをポチッと一回押していただくだけ。それで、画像がまあそのフレーム、グラフィックフレームにぴったり合うサイズに自動的に、ね、縮小されて、まあ、サイズ調整ができるという形になりますので、これ以降作っておくとすごく便利です。これ、ぜひ1個作っておいてください。これ作り方も全部ね、私のサイト、ホームページの方にも書いてありますので、分からなくなったら、ぜひ後でこの、見ていただければいいかなというふうに思います。はい、この形で、まあ、画像の、ね、再調整、正確に後からまあ手作業で当然やらなければいけないと思うんですけど、まあ、ざっくりとね、サイズを合わせたいときには、この機能で一発でサイズを合わせることができるので、ちょっと覚えておかれるといいかなというふうに思います。はい、さあ、そして今、じゃあ画像、8枚ですね、配置できましたので、今度ご紹介したい機能としては、ライブキャプションという機能を、ご紹介をしていきます。こちらも CS5 から使える機能になっています。はい、こちら、画像に対してキャプションの、ね、作成をするというふうに仮定をします。で、当然キャプションを、ね、テキスト、文字ツールでこうドラッグをして、1個ずつ作っていってもいいんですけど、めんどくさいですよね、8個作るのね。で、ライブ、まあ、いわゆる自動的にキャプション作っちゃいましょうという機能がライブキャプションという機能になっています。さあ、まあ、どういうふうに作っていくかというのをちょっと、ね、見ていきたいなと思うんですけども、リンクのパネルをまずちょっと、ね、表示をさせます、はい。リンクのパネルのオプションのメニューのところを見ていただきますと、キャプションという項目が、ね、CS5 以降追加されています。キャプション。この機能を使って、まあ、自動的にキャプションを作りましょうということをやります。まずやっていただきますのはキャプション設定。どんなキャプションを作るのかという設定をこちらで行います。選びます。あと、どんなふうに作るのかというのを設定ができます。この機能、ね、どういうことするのかと数言いますと、画像が持つメタデータを引っ張ってきて、自動的にキャプションを作りますといったような機能です。メタデータってありますよね。これ写真にはさまざまなメタデータ、いわゆるいつどんなカメラで撮ったとかですね、いろんな情報が写真にはあるんですけども、それらの情報のいずれかを引っ張ってきて一緒に作ります。で、今回このタイトルという名前についたものをここで実は選んでいます。で、さらに、先行テキスト、後続テキスト、まあ、例えば図1とかですね、図1はないか、図なんとかとかですね、まあ、色を入れていただいたりすることもできるんで、今回ちょっとここにですね、まあ、FIG というふうに入れています。じゃあちょっと違うのにしましょう。フォトにしておきましょう。フォト、ね、はい。で、あとやるのはこちら、画像のどこにキャプションを作るのかといった部分ですね。上下左右選ぶことができるようになっています。今回今下を選んでいますけども、上下左右が選びます。ただし、左右の場合にはですね、日本語関係はちょっとまあ実際使えないと思ってください。縦組みになるってことですね、横につけるっていうことは。文字がね、実はこれ横でね、ひっくり返って寝ちゃうので実際ちょっと使えないので、まあ、上か下で使っていただければなと思います。で、画像の下にオフセット、いわゆる画像より1ミリ下にキャプションを作りますっていう設定です。さらにこのキャプションに対して段落サイズ、ね、を指定していくこともできます。今回、キャプション用の段落サイズを作ってありますので、そちらをここで指定をしています。設定は以上でおしまいです。これで OK をします。いわゆる画像のどこにどんな段落サイズを当てて何ミリ上とか下に、ね、キャプションを作るのかという設定をまず最初にします。そこまでやったらですね、あとはキャプションを使わない画像を全部選択をしてまたこちらのリンクパネルのところからキャプション、ね、ライブキャプションの作成という項目があります。こちらあるいはキャプションの作成、ね、どちらかを選んでいただきます。ちょっと今回、ね、こちらライブキャプションの作成というのを選びます。さあ、そうするとどうなるかというのをちょっとご覧いただければなというふうに思います。選んだらですね、もう一瞬で各、写真の下に、まあ、頭にフォトっていう文字がついて、タイトルというメタデータの内容がこうキャプションとして自動的に作られるという形ですね。見ていただくとちゃんとこちらですね、画像の下に1ミリ離した状態で、段落サイズ当てて
作成してくれます、ね、かなりこれ便利です。ただ実際の作業においていやいや写真のメタデータ、ね、キャプション用にメタデータつけてないんだよね、まあね、そういうケースほとんどだと思います。じゃあ使えないよっていうとそうではありません。この一番右下の写真をちょっと見ていただくと分かるんですけど、メタデータないはこちらリンクからのデータなしというふうに表示されます、ね、要はですねなくてもいいんです。このような状態で表示される。後からテキストだけコピペすればもうすでに出来上がり。いわゆるこのテキストフレームを作る、まあ、時間であったりとか1ミリ下に作るそういった手間はこの一発で省けちゃうよっていうのはこのライブキャプションの作成という機能になっています。でちょっと実際にですねこちらの写真を、ブリッジ上で見てみます、ね、はい、ちょっとこちら見ますね。ここ見るとねあるんですけど、ここにいろんな情報がありますよね。この、まあ、いずれかの情報を引っ張ってきてキャプションを作りますよっていうことをしているんですけど、タイトルというところを見るとね何もないですよね。リンクデータなしっていうのはここに何もなかったからっていうことなので、例えばそこに ID ウエをと入れてあげてよいしょ、ね、適用してあげるとどんなことが起きるかというと、リンク元の情報が更新されてますよっていうのが出てきます。リンクパネルのでここで更新しちゃいます。そうすると今入力した IO っていうのに、ね、置き換わるという形なので、メタデータと、ね、これも連動させて元を修正すればこちらも自動的に修正できるといったようなキャプションの運用ができますよといった形です、はい、ただですね後からこういったそのメタデータの連携というか連動を、まあ、切り替え方っていうのは最初にキャプションを作るときにこちら、ね、ライブキャプションの作成ではなくキャプションの作成というのを選んでください。このキャプションの作成というのはもう一回キャプションを作ったら元のデータとも関係ないよというときにはこのキャプションの作成、ライブキャプションの場合には元のメタデータといつまでも連携を取っていて元が変わったら、まあ、キャプションの方も更新できますよといっている、まあ、この2つの、ね、使い方がありますので目的に応じて使い分けていただくといいかなというふうに思います。これが、まあ、ライブキャプションの作成結構ですね、数が多いときにこれ一発でキャプション、ね、テキストフレーム作ってくれるので非常に便利です。ぜひちょっとこちら置いておかれると、いいかなというふうに思います。はい、はい、じゃあ続きまして、ご紹介するのがページサイズ調整という機能ですね、これも CS5 からです。 CS5 からはですね、実はあの複数ページのドキュメントのそれぞれのページのサイズを変えて、まあ、運用することができるようになっています。 CS4 まではですね、例えば、A4 って最初にサイズを決めたら全てのページが A4 サイズでドキュメントを作ることしかできなかったんですけども、 CS5 からは、ページごとに異なるサイズのページを作っていくということが可能になっています。例えばどんな時に使えるのかなというと、例えば三つ折りで、例えばドキュメントを作りたいといった場合、まあね、まあ、シアン、マゼンタ、イエローで色が塗ってありますけども、通常三つ折りのドキュメントを作るときっていうのは、まあ、今回これ2ページだけを例えば3ミリぐらいこう、ね、縮めて横幅縮めて作ったりすることがあると思うんですけども、こういった操作も簡単にできるようになっています。こちらにページ数っていうのが、ね、CS5 から搭載されました。こちらを選んでいただいて、まあ、目的のページを選ぶ。今こちらの、ね、イエローのページを選びました。あとはこの210というところを、まあ、サイズを変えてあげればいいという形、まあ、三つ折りだったら207とか多分するかと思うんですが、ちょっと、ね、今回分かりやすいにはだと100ミリにしています。こんな感じで、異なるページサイズを作ることができますよといった機能が CS5 から搭載されています、ね、三つ折りとか観音とかですね、ページごとにサイズが違うものを作るときにこの機能を使ってみてください。でまあ、このページツールはですね、実は CS6 からはですね、さらに便利に使うことができるようになっていますので、後ほどね、ちょっとご紹介をしていただきたいと思います。はい。そして次にご紹介したい機能が、代替レイアウトという機能と、まあ、リキッドレイアウトという機能をご紹介をしていきます。こちらは CS の6から、搭載された機能です。
はい、今開いているドキュメント、これ A4 サイズのものなんですけども、ただ1ページあるドキュメントになっています。で、これまあビフォーなんですけど、こちらがアフターになっていまして、アフターはですね、これ3ページあります。これ見ると分かるんですけども、ちょっとね、今までと違う並びでこう1にして横に1、1、1、ね、3ページあります。実はこれがですね、代替レイアウトっていうのを使って、作った機能です。で、そもそも代替レイアウトという機能が、まあ、どんな時に使うことを想定されて作って、まあ、ついた機能かというと、これはですね、本来あの電子書籍を作る時を、まあ、想定して、搭載された機能です。例えば iPad 用にですね、まあ、縦のドキュメントまず1つ作ります。で、iPad を横にしたときに横の表示になるような、まあ、ページも当然作りたいといった場合に、インデザインで、まあ、縦のドキュメントと横のドキュメント、ね、両方作る必要がありました。で、これまでは CS5.5 までは縦と横別々のドキュメントとして作らなければいけなかったんですけども、 CS6 はそれをですね、一つのドキュメントの中に、まあ、縦と横のドキュメントを、まあ、持たせるといったようなことができるようになっています。ちょっとね、実際にやってみます。今1ページしかないドキュメント、こちら選ばれているんですけども、これ代替レイアウト作成という機能があります。今ページパネルの方から行っていますけども、同じ、まあ、メニューはです、こちらレイアウトメニューからも行くことができます、まあ、どちらから行っていただいても構いません。さあ、こちら選ぶとですね、どんなページを作りますかっていう、まあ、ダイアログが出てきます。今 A4 縦なので、今度じゃあ A4 の横ね、作りますよっていうふうに自動的に今入力されてるんですけど、これ OK するとどんなことが起きるかというと、ね、横でドキュメントが作られます。横、ね、一つのドキュメントの中に同じ1ページなんだけども、縦用と横用が、ページを持つことができるという機能が、まあ、代替レイアウトという機能になっています。ただこれね、電子書籍作るときはいいんですけども、別に印刷物作るときこんなことしないよねって今ね、思いますよね。で、ちょっと取り消しをしますけども、電子書籍作らないような場合でも、例えば表紙のデザイン案を2案、3案出すというような時に、この代替レイアウトというのを実は使うと、まあ、結構便利なんじゃないかなというふうに思っています。こちらアフターの状態を見ていただくと分かるんですけど、これ代替レイアウトの機能を使って表紙の案を3案3つ作ったものをここに表示しています。これを使うと何が便利かというと、各画像であったりとかテキストの情報をそれぞれ、まあ、3つのページでそれぞれ共有することができるんですね。なので修正入った時、1個修正すると他のページも更新するだけで全部一発で修正を終えるということができます。1個ずつ別ドキュメント開いて直すということをしなくてもいいんですね。で、どうやって作っていくかっていうのをちょっとね、見ていきたいと思います。はい、今こちら1ページしかないドキュメントです、ね、先ほどと同じように、まあ、代替レイアウト作成という機能を選びます。で、まあ、デザインは同じものを2つ3つ作りたいのであれば、実はサイズを同じにするだけです。また方向縦方向にして A4 に縦ですね。だから同じ、全く同じサイズのものをもう1個作ればいいという話になります。名前をちょっとつけておきましょうか。で、 OK します。はい、そうするとこれ分かりますかね。こちらとこちらと全く同じものが、まあ、複製された状態で作られます。で、片方の新しく作られたページに手を加えてちょっと違うデザインにすると作業を行っていきます。で、この時にですね、見比べるっていうことも、ね、できるようになっています。こちらも CS6 からウィンドウ右下にですね、こちらによいしょ、この中ね、下駄のようなマークが CS6 から追加されています。こちらをクリックすると、実はですね、まあ、ウィンドウを分割することができるようになっています。で、それぞれの左側のウィンドウはこちら、右側のウィンドウはもう1ページの方という形で、2つの、ね、ページを、まあ、左右に並べて違いを確認しながら作業していくといったようなことができるモードが、CS6 から用意されています。はい、こんな形で作って、まあ、デザイン案を2つに作っていくという形なんですけども、ちょっともう一度取り消しをさせてください。どこか、はい、これで今ページ1ページだけ元の状態に戻しました。で、まずちょっと見ておいていただきたいのが、こちら段落スタイルというものがあらかじめ3つ作ってあります。タイトル、ナンバー、イントロという形です、ね、タイトル、ナンバー、イントロという形で、まあ、3つ段落スタイルが作ってあります。で、もう一度ちょっとこれを把握した上で、代替レイアウトを作成します。
が出来上がるんですけども、見せましょうか。段落スタイルのパネルを見るとですね、それぞれの段落スタイルが、複製されて、フォルダごとにフォルダ分けされて複製されているというのが分かると思います。いわゆるこれ1ページ目、2ページ目ということで、段落スタイルがね、フォルダにまとめられてコピーされます。で、ここがちょっとポイントになってくるんですけど、例えばこちらを、ね、よいしょ、右ページのデザイン変えますよという形で、例えばですね、簡単にいきましょうか。フォントの、まあ、カラーを変えたりとかですね、ちょっと例えばカラーを変えます。で、文字のサイズも、ちっちゃくしておきましょうか、ね、こんな形で例えば、まあ、何でもいいんですけどデザインを変えていくわけなんですけども、左ページと右ページ、いわゆる最初のページと、代替レイアウトを実行して作ったページの、まあ、全ての要素がリンクされています。で、例えばこちら、ね、Adobe デザインマガジンという名前になっているんですけど、デザインという文字が、ね、これ修正が入って削除してくれと言われたときします。デザイン削除します。Adobe マガジンというようになります。で、2つ目のページ見るとどうなるかということで、ちょっと見ましょうかね。これもう、デザインという文字を削除しただったら、実はここにですね、まあ、ビッグマークが出てきます。要は、元のページに修正加わりましたよという形。なのでこちらのページもテキストを直さなきゃいけないですよね。このビックリマークが出ているん で何をしていただくかというと、まあ、ここマークをクリックするだけです。クリックすると更新しますかというような、まあね、アラートが出てきて、はいとするんですが、こんな感じです、ね、Adobe マガジンに名前は変わったんですけども、書式も変わっちゃいましたよね。これでまた書式設定し直さなきゃいけないという形になってしまいます。連動してて、片方修正すればその修正が反映できるのは便利なんだけど、せっかくの、ね、書式の修正が反映されないじゃないか、ね、大丈夫です。先ほど言ったように段落スタイルが、ね、フォルダ分けされてコピーをされるので、例えばこちらをですね、もっとサイズをちっちゃくして、さっきのようにカラーを変えたとして、ね、段落スタイルを見ます。そうすると、ね、元のスタイルと書式が変更されていますよ、当然ね、という形でプラスのアイコンがここに出ています。当然元に設定されている書式と違うんだよということで、こちらに表示がされているので、何をするかというと、こちらスタイル最定義というのを行ってください。スタイル最定義、要はこちら、これでいうと右ページの方のスタイルの内容を今差し替えましたよ、新しい状態に更新しましたよというのを今したという形です。そうしておくと、例えば修正が入ったとき、ね、ちょっと数字でも入力しましょうか、ね、ここに文字が追加しました、左ページの方。右ページの方がどうなるかというと、これが、はい、ね、こうビックリマーク出ているので、まあ、更新をするんですけども、ちゃんと元の書式を保ったままテキストの修正だけが反映されるという形で、まあ、運用することができます。なのでこの、代替レイアウトという機能はページを、ね、通常、まあ、iPad とか用に縦横を作るのが元々の機能の始まりなんですけども、同じサイズのデザインを2つ3つ作るような時にも、まあ、活用していくことができる。で、最初のページのテキスト修正をすればそれが自動的に2ページ目3ページ目にも反映することができる。ただしスタイルを設定していないと、その書式も全部変わってしまうので、スタイルを設定しておけばテキスト情報だけを差し替えて修正をしていくことができるということ、そういったような使い方ができますので、こういった場合ね、この機能をちょっと使える機能なんではないかなというふうに思います。これはまあ大体レイアウトという機能になっています。でしょうか。はい、そしてですね、次にご紹介をしておきたいのが、コンテンツの収集ツール、コンテンツの配置ツールというのが、まあ、こちらも CS6 から、追加された機能です。ここにですね、こんな、ね、
新しくツールが追加されているんですけども、これがまあどんな機能なのかっていうのをちょっとねご紹介しつつ、これはちょっとかなり、お仕事で便利に使える機能ではないかなというふうに思いますので、ちょっとご紹介していきたいと思います。はい、これイラストレートで作ったまあパスの、ロゴデータなんですけども、例えばこれでコピーをしておきます。イラストレートのデータをコピーをしておきます。でこれをですね、まあインデザインドキュメント上にペーストして、まあ、いろんなページ、各ページで使い回したいというふうに考えてください。ね、どういうふうにね、皆さんされるでしょうか。ちょっといろんなやり方が、ね、あると思うんですけども、まあ、ここにちょっと配置しましょう。このロゴを他のページでも使い回したいというとき、まあ、例えばコピーをしてペーストするというようなやり方もあるかと思います。また、例えばこうスニペットという機能がありまして、まあ、例えばデスクトップ上にね、よいしょ、これドラッグをします。ドラッグをするとですね、ドラッグをすると、まあ、スニペット、いわゆる拡張子 IDMS というファイルができます。これ、実はですね、今、ドラッグした部品を、まあ、やり取りするときに便利な機能なんですけど、これそのままこちらね、ドラッグして配置するなんていうやり方もあります。コピペしたりとか、スニペットという機能で、まあ、配置したりとか、あとはですねライブラリという機能もあります。ライブラリという機能で、まあ、パーツを登録しておいて使い回すよといったような機能なんかもあったりするんですけども、今からご紹介するのはですね、コンテンツ収集ツール配置ツールです。通常コピペでやってもいいんですけども、その例えばロゴを例えば、修正をしなきゃいけなくなった時どうするかというと、修正したら全ページ手作業で直していかないといけないですよね。ところがこのコンテンツ収集ツール配置ツールを使うと、修正は1回で済みます。すべてリンクをした状態で各オブジェクトの、まあ、運用をしていくことができるという機能がこのコンテンツ収集ツール配置ツールという機能になっています。実際ちょっと、ね、やっていきますね。ここに今、ね、ロゴパスのロゴデータがあります。これを使い回します。通常コピペするところ、今回はですねコンテンツ収集ツールを使います。こちらのツールを選びます。選ぶとどうなるかというと、コンベアと呼ばれる、ね、こんな、まあ、黒い横長の、ね、まあ、パネルが開いてきます。コンベアで、この状態で取り込みたいオブジェクト、今度はこの青いザッツって書いたロゴを取り込みたいのでクリックをします。クリックします。そうするとこのコンベアにクリックしたオブジェクトが読み込まれます。これ複数のものをドラッグすれば複数まとめて取り込めますし、そのままクリックしていくと下線が引かれているかと思います。で、これ今ですね、下線が引かれているんですが、通常デフォルトではここ列というのが選ばれています。列を選んでいるとテキストフレームの左端から右端まで線がダーッと引かれるんですけど、こちら、ね、テキストを選ぶとどうなるかっていうのをちょっとね、ご覧ください。テキストを選ぶと今入力されているテキストのところだけに下線が引かれます。で、このままちょっと OK します、ね。させるまで下線が引かれていますよね。で、ただこれ便利なのはですね、テキストの増減に対して自動的に線の方も増減するという形。テキストが減ると、ね、下線も減っていく。テキストが増えれば線も伸びていくという形で、使えるので、かなり便利なんですけども、これ何も線を引くだけではなくて、ちょっと応援していただくと、まあ、このように下にある、ね、これもそうなんですけども、こういった角丸のものとか、ね、四角のものとか角丸のものも対応させることができるようになっています。これどうやって作ってるのってことなんですが、ちょっと、ね、中を見ていきます。インデザインの境界線というのは実は前と後ろ2つ引くことができるようになっています。前と後ろ、今回2つ使うことによって、いわゆるこの縁取りの、ね、囲みの枠のようなものを実はこの段落境界線を使って作ることができるという、まず前の方を見ると分かるんですけど、8ミリの線でテキストのカラーで色をつけていますよという形で設定しています。後ろの方 7.5 ミリでいわゆる白でやっています。要は同じ位置に赤いちょっと8ミリのものの上にちょっとそれよりちっちゃい白い、線を引っ張っていると枠のように残ったところの、まあ、上下に、ね、線の幅が書かれて、まあ、枠のように使うことができるという形になっています。
なのでですね、ちょっとその辺はこのインデントというのがありますので、こちらはね、ちょっとね、微調整していただく必要があるんですけども、前は前と後ろの教科書を2つ重ねることで、枠囲みができるんだよっていうのを一つ覚えておいて、さらに角丸もできます。これはどうなっているかというと、やってることは同じなんですけども、前と後ろを使うのは一緒なんですけども、今度はですね、種類点線を使っています。で、点線の場合の丸のところと間隔のところに同じ色、白白、こちらは赤赤、そしてちょっと端だけは丸く見えますよね。こんな形で、使うと、まあ、ダナ教科書を使って枠囲みとか、まあ、楕円の角丸の枠囲みといったものも作れますので、これですね、すごく便利です。文字がね、修正が入っても、ね、枠がついてきますので、ぜひちょっとこちらも、覚えておいていただくといいかなというふうに思います。この辺の機能は基本的に全て、インデザインの勉強部のサイトの方にも載っていますので、ぜひ、ね、目を通していただければというふうに思います。